はいどうも、ジャバラのノブでーす。いや、私ね、朝食はパン派なんですよ。なんで、ホットサンドメーカー買っちゃいました。パンってね、女子力いいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、こう、しかもこいつは家でも使えるし、こうね、朝、優雅にパンとコーヒーを楽しみたいなと思ってこいつ買いました。パンパンパンってね。買ったホットサンドメーカーがホフラン A&F ホットサンドメーカーです。こいつまあね、まだ開封しないんで早速開封しちゃいます。じゃじゃーんと、こんな感じ。パッケージはこうかな。で、裏側はこう。まあ、使用方法とか使用上の注意点とか書いてる感じですね。ホフラン A&Fこれ鉄製ですね。こんな感じ。見た目はこんな感じになってまーす。ちょっとね、黒背景に黒だからちょっと分かりづらいかなと思って、ちょっとキャンプのね、雰囲気も出すためにこいつ設置しまーす。はい、こちらこんな感じ。まあ開けちゃうとこうロックついてるんですね。開けちゃうと説明書も入ってます。全部英語で。こいつを買った理由としては、取っ手が取り外し可能ですと。まあちょっと取り外してみましょうか。あ、手が来てますね。ここが取り外すとネジが切ってある。取り外すとネジが切ってある。で、これ取っ手も両方取り外してて、しかもこの上も取り外し可能と。完全分離できる。コンパクトで洗いやすいかなと思ってこいつ選びました。あとですね、このここの部分が鉄製になってるんで、均等にね、熱が入って綺麗に焼けるんじゃないかなと思ったりしてます。あとパンの耳をね、そのまんま焼けるタイプだらしいんですよ。これホットサンドメーカーによっては、耳は焼かないといけないやつもあるみたいなんですけど、こいつはね、パンの耳まで焼けるっていうことなんでこいつにしてみました。あとね、ホットサンドメーカーの中では手頃な値段で、まあ買った時の値段はだいたい3500円ぐらいですね。で、こいつの欠点はね、まだ口コミとかで見ただけなんでわかんないんですけど、物によって工作精度が甘いっていうかみたいなんで、ちょっとね、ガタつきが出たりするようなものとかあるみたいなんですけど、こいつはどうなのかっていうのね、ちょっと見ようかなと思います。こういったハンドルを戻してちょっとつけてみますね。で、この時に、このガタつきのことを言ってるのかな。こう、しっかり蓋を閉めた時にこの先の部分がね、ちょっとだけ浮くの分かりますかね。多分こういったことを言ってるのかな。でもパンとか挟んだら、まあそんな気にならないんじゃないかなとか思ってるんですけど、まあやってみてちょっと見てみましょう。あとはなんか中心がずれてるとかいう話なんですけど、どうなんですかね。なんか僕にはまっすぐになってるように見えてるんですけど、まあ個体差とかあるんでしょうね、きっと。で、欠点もう一つあって、こいつやっぱ鉄でできてるんで重たいっていうのがあるんですよね。重量を測ってみますと 1292g、 1.3kg か。まあ、確かに重いですね。もう一個の特徴として、使用方法なんですけど、こいつがシーズニング済みですと。なんでシーズニングしなくていいっていうのがね、いいかなと思ってます。ご使用後は洗剤を使わずにたわしなどで汚れを落として、で加熱して水分を完全に蒸発させて、食用油を薄く伸ばして十分に冷めてから保管してくださいと。まあ、使い終わったら、洗剤使ったらダメみたいですね。で、これは、焚き火でもガスバーナーでもどっちでも使えるものなんですけど、今日はね、もう早速使いたいんで、ちょっとね、ガスバーナーで試しに使いに行こうかなと思います。それでは、行ってきまーす。夜なんですけど、外に来ました。これどうしても使いたくてですね、来ちゃいました。ということで、こいつで、パン焼いてみたいと思います。じゃあちょっとね、セットしていきましょう。で、一応ここに持ってくる前にこいつは水洗いしてきました。で、
まずこの表面にバター塗っていきます。オーケー。この上に食パン置いていきます。ドーンドーンとぴったり。上にハム乗せます。なんでね、朝パン食うのが好きって言ったのにね、夜やってんですかね。で、その上にチーズ乗せます。で、卵を乗せるんですけど、その土手を作ります。よしよし。で、ここに卵を落とします。わー、ちょっと溢れてるけど、まあいいでしょ。こいつで蓋しちゃいます。ギュッとしてここロックしちゃいます。で、あとは焼くだけですね。で、着火します。いきます。最初は鉄なんで結構強火でいいかなと思ってます。で、火はですね、焼き始め最初1分強火でやって、1分から2分半弱火から中火でやります。で、その後ひっくり返して1分弱火寄りの中火でやって、もう少しさらに弱火にして1分から2分半ぐらいっていう流れで火加減コントロールするのがおすすめっていうのをちょっと見たんで、それちょっとやってみようかなと思います。1分経ったんで、ちょっと火を弱めます。こんなもんですかね。で、さらに1分から2分ぐらいちょっとやります。火をつけてるとちょっとやってみますね。おー、いい感じ。ズームインですね。おー、ジューって言ってる。いい。そろそろひっくり返しましょうか。じゃあちょっとひっくり返します。よいしょ。で、さらにこのまんま火の強さは同じで1分から2分ぐらいかな、ちょっと焼いていきます。なんかね、焼いてても少し開けて様子見るのは OK みたいなんで、ちょっと中の様子見てみます。もうどうなってんだろう。焼けてんのかな。まだかな。なんか怪しいぞ。もうちょっと待ちましょう。ちなみに景色はこんな感じ。真っ暗、何も見えません。怪しいな俺。パンを焼きたいがために、こんなね、真っ暗なところに来てる変なパン焼きおじさんです。パンパンパン、声が響きますね。ちょっと焼き加減見てみますね。どうなんだろう。あ、くっついてる。上と下両方くっついてるんじゃないかこれ。ちょっと待ってよ、ひっくり返してこっち側開けてみましょうか。あ、パンとパンがくっついてなくて、パンが上下にくっついてます。あー、でも卵はまだ全然なんで、もうちょっと待ってみましょうか。どうしよう、表面だけカリカリに焼けてたら。次はトング持ってきたんで、ちょっとパン剥がしてみようかなと思います。いやー、ドキドキするなこれ。一回取っちゃいます。あ、全然焼けてないんじゃないこれ。あ、でもそうでもないな。ガスの場所ですね、これ。あ、でもこれパンの焼けてるいい香りをしてる。で、ちょっと撮ってみたんですけど、もう一回だけ圧縮だけして、こんなんなっちゃいました。
いやでもね、匂いはいい感じに焼けてるんじゃない、これやっぱりガスがちょっと偏ってたかな。味はいけてそうな気するんで、ちょっとこれ食べてみましょう。出来上がりはこんな感じになりました。まあパンはねくっついてないんですけど、まあまあいい香りしてます。じゃちょっと半分に切ってみますね。あ、でもサクサクのいい音。半分に切るとこんな感じ。うわー、もう卵が垂れてきてるけど断面こんな感じです。結構うまそう。じゃあ一口いただきます。いや味はめっちゃうまい。やばい、これで女子受け最高だわ。こんな感じでホットサンドメーカー作ってパン焼いてみました。まあ今度はねちゃんとうまく焼けるようにちょっと練習しておきます。こんな感じで今日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。